円蔵寺は、福島県川沼郡柳津町にある、臨済宗明神寺派の寺院。三号は、霊岩山。本尊は、国蔵菩薩。この寺にある、国蔵堂は、柳津国蔵として知られ、村、松山国蔵堂、金剛商事などと共に、日本三国蔵の一つに数えられる。また、福光国蔵とも称される。毎年1月7日に7日堂裸参りが行われる。 なお、宮城県登米市にも、同じ、柳津国造村を名乗る宝聖院がある。この寺院も日本三国造の一つを名乗っており、混同されることも多いため、円蔵寺を、合図柳津国造村、宝聖院を、宮城柳津国造村などと表記して区別することがある。この寺の創建年代等については、諸説あって不詳であるが、演技などによれば807年空海作とされる。 国造菩薩を安置するため、徳市が国造堂を混流したのがはじめとされる。円蔵寺は国造堂の別当寺として混流されたと伝えられる。南北朝時代の首都年関間在州に改められ、江戸時代に入って一時新言衆に属することとなったが、1627年に臨在州に復帰している。奥の院弁天堂は室町時代の混流で、 重要文化財に指定されている。なお、奥の院は、円蔵寺とは別の宗教法人となっている。ありがとうございます。